林修です。今日1月に Thank you.
この疑惑が報じられ。技術の一つにボールにスピンをかけるという方法がありますね。しかし富山さんの打ち返す球が安定しないというのはラケットと腕の角度が開きすぎているためにスピンがかかっていないからなんだそうです。さあそこで使い始めたのがこれです。はい、何でしょう。なんかゴムのようなものが付いてますね。そうですね、打ち返すフォームを矯正するためのいわばスピン矯正ギプスなんです。ボールにスピンをかけるためにはラケットと腕の角度を90度にして打つのが基本なんだそうです。でこの黒いバンドを腕につけてゴムチューブでつなぐと90度以上に開かなくなるよう